はい、皆様どうも、マフロです。それではにゃんこ大戦争やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はですね、サマーレッスン、こちらをやっていこうと思います。ふーん、にゃんこともね、出てるんですけど、前回知らない間に終わってましたけども、今回、前回の続きの塔までやっておきます。そこからの続きやろうかな。とりあえず今日はサマーレッスン、はい、学童の進み。まあ最初の方はそんな難しくないと思うんだけどな。ちょっと統率力が多いから、めちゃくちゃ簡単ってこともない。で、チビたちの上限も上がったんですけどね、なんか使ったら全部使えちゃったのに、冷蔵庫のがチビがいっぱい余ってたので、全然更新チェックしてないから何が変わったかわからないけど、ここも最後の方は福引きいっぱいもらえる感じですかね。もう見たくない公式が出てきましたよ。方程式とか嫌ですね。考えたくもないですね。知らんぞこんな。なんて読むんだ、根伝平年資材法、わからない、読めません。ゾンビ来た、ゾンビ潜り上がった、潜って終わった。あれ全部簡単な感じですかね。わあ難しい公式また再び。これは数学じゃなくて科学ですかね。元素記号っぽいけど。覚えてないですね。H2O ぐらいだな。
3万円もらえる。もっと早くやっとけばよかった。なんかミッション。さあじゃあイベントガチャまた貯めとこうかな。また一気にやろうかね。とりあえずこれを消費。ほら綺麗になりました。牛だけになりました。今上限どれぐらいになってるの。いや編成じゃない。こんなもんですかね。プラス結構ついてますよね。上限いくつになってました、ね、これだけまだクリアできてませんけど。海岸波動向こうがないと厳しいということでね、やってません。さあそれではレアガチャ回して終わっておきましょうか。ほうほう、ラゴク猫を回しとこうかね。はい、それでは行ってみましょう。お、なんかすごいのが出たよ。なんだこれ、ガオさん、これすごいやつじゃないの。え、マジで。何気に回したら出ちゃったけど、この人じゃないの。属性を持たない敵に超ダメージ、いいね。はい、もう一回回しましょう。やっぱもう何も考えない方が出る気がする。今本当に無心だったもんね。何の欲もない、全然考えてもなかった。さあじゃあイベントも11枚になったし、マシャを貯めようと思ってます。まだやっと貯めておきます。 100枚ぐらい貯まるかな。上限30ぐらいになったかな。じゃあパワーアップ。上げておきましょう。経験値いっぱい溜まってるから。キャッツアイも使って。よし、これで OK。 はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回にもよろしくお願いします。ではさようなら。